どうもこんにちは、霊夢です。皆さんもご存知の通り、明日でチャプター3が終わりますよね。なので今回の動画はチャプター3を振り返ってみようということで、霊夢が選んだおすすめ動画ランキングを紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでいってください。それではどうぞ。よっしゃ、デカポあるじゃん。ミニポないし先飲んじゃおう。ってことで早速漁りますかね。あ、デカポ飲んだ後にミニポが出る。強い武器欲しい、しつりでもやろうかな。全然武器出ないじゃん。武器が欲しくて釣りするのに魚ばっかり釣れる。やばいやばい、フロッパー釣らないと死ぬぜ。まあいつもの感じならすぐ出るか。いつも忘れるクロッパーが全然出なくて死ぬ。他にもあったら教えてね。フォートナイトあるある。私は今回プライムショットガンを入手するために金庫に行った。まあ贅沢に2つ鍵を使う方にしますかね。はあ、プライムショットガン出なかったんですけど。大きい金庫を開けたのにお目当ての武器が出なかった時。私は今レンジャーショットガン縛りをしているにょん。頑張ってビクロイを目指すぞ。あ、縛り中に強い武器が出る。よし、金庫開けたいし鍵集めるぞー。全然出ないじゃん。鍵が欲しい時に全く出ない。ああ、もういいや、地道に武器集めるか。あ、諦めた時に出る。他にもあったら教えてね。みんなが思うフォートナイトあるある。ちょっとダメージを受けちゃったから回復しようかな。よし、これで OK。 ってことで敵を倒しに行きますか。あ、回復した後にまたダメージを受ける。見て見て、私の愛犬可愛いでしょ。名前はチョコって言うんだ。あ、ちょっと喧嘩しないで。そこの犬もやめてよ。待って、私の愛犬が死んじゃうじゃないの。あー、やめてー。あ、ペットがやられてしまう。おっしゃ、建築バトルなら得意だぜ。この圧倒的な建築で倒していくぜ。あ、建築バトルで落下してしまう。みんなが思うあるあるを教えてね。やっほやっほー、シーズン4が楽しすぎてぶっ通しでやってます霊夢です。同じくマリサだぜ。休息はちゃんと取るんだよ、ヨウムダミヨン。今シーズンから帰ってきたものとは何を思い浮かべる？私はレボショかな。速攻式サブマシンガンだニョン。私は、ハンターボルトアクションスナイパーかな。ワンパンができるようになったし。確かにそうだな。みんなスナイパー使ってるもんね。
なので今回は、ハンターボルトアクションの強みを紹介させていただきます。大きになるな。早速よろしく頼むぞ。ってことで最初は、みんなが知っているようにハンターボルトアクションは相談数が3発ありますよね。そうだな。そこだけでも強いけどワンパンができるようになったり、胴体でも100ダメージが与えれるようにもなったよね。ってことはリロードをしなくても実質300ダメージを与えれるんだよね。でも、中にはスナイパーが苦手な人もいるだろうし、そんなに連続当てれるの？まあ、そこは頑張って練習しよう。おい、投げ出したぞ。さっきの話に戻すけど2発当てたり、頭に当てれば撃破できるところが強みかな。あと、ゼロビルドでもワンパンできるのも強みかな。ヘッショダメージ250以上あるもんな。次は、スナイパーを当てるコツを紹介するよ。お、待ってたにょん。基本的な説明からいくと、プロジェクションタイプの弾丸で弾速は他の SR と同じ毎秒250メートル。発射から着弾までに時間差があり飛んでいく際に弾道が下がります。やっぱり偏差射撃の練習が必要だな。で、上の画像を見てもらえると嬉しいんだけど、真ん中にある十字の下端で100メートル先の着弾点で最初にある横線の部分で200メートルなので、基本的にはこれより上のラインで撃つことになります。だけど、あまりに距離が離れると命中に運が絡んでヘッドショットを安定させるなら100メートル前後が理想です。難しいけど頑張ってみるにょん。次は、中級者、上級者向けなんだけど、腰打ちでのスナイパーの当て方について解説していくよ。腰打ちか、かっこいいキルを決めるときに役に立ちそうだな。よろしく頼むにょん。大切なのは運と慣れです。は？本当に運と慣れなんだよ。だけど、基本的なことから紹介していくと、なるべく、止まって打つかな。なんでだ。スナイパーには見えないレティクルがあるんだよね。レティクルって動くと広がって、止まったりすると収まるんだよね。で、収まって打つとまっすぐ飛ぶ。だからそれに合わせて打つと当たりやすくなると思います。トリックショットとかはどうなんだ？大体が運だよね。だけど今話したことをうまく使えば当たるかもよ。へぇ、勉強になったぜ。みんなもスナイパーを使っていいライフをお過ごしください。なんだよそれ。少しでも役に立ったらチャンネル登録、高評価をお願いいたします。では、バイバイ。どうも皆さんこんにちは、霊夢です。マリサだぜ。ついに来ましたね、ドラゴンボールコラボ。今回は新しいアイテムを使っていきます。ここは新しく追加された亀仙人の家だな。ここに新アイテムが売っているという情報があったんだけど。売ってるじゃないか。カメハメハとキントーンだな。このカメハメハがぶっ壊れらしいんだよね。早速試してみようぜ。その前にキントーンを。これはハロウィンイベントで登場するほうきと一緒の性能だな。これは人気になる予感。早速見つけたのですが、この距離はこの朝の出番。基礎エイムオツ。まあシールドカットしたんで。ダウン。ってことで格殺をして。敵の味方がそろそろ来るぞ。終わった。車で来てる。早く逃げろ。やばい、終わったな。なんとか居場所はバレてないけど、早めに逃げた方がいいかもな。こここそキントーンの力。おい、今のでバレたぞ。やばいな。やばい、カメハメハを撃ってきた。ここはひとまず脱出すると。ここでカメハメハを撃つぞ。ついにか。新武器どんなもんなんだい。これやばくない？ 100 ダメージはやばすぎだろ。ぶっ壊れって言われている理由がわかったわ。ってことでこの人たちを倒しますか。やばい。ここは脱出と。味方が一人やつってくれたらしいので、これでパーティー壊滅じゃ。ナイスー。そういえばコラボスキンを買わないんだな。今金欠で買える状態じゃないんですよね。まあしゃあねえな。でジャンプシリーズのオロチマルのスキンできたということか。まあ気分を味わうためだけにね。ただいまロッキーに来ております。ちょうど戦闘が終わったところだな。ここにカメハメハをぶち込んでいく。はわはは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 は。やばすぎるだろ。相手はブチギレ案件。そういえばこういう自販機にも売ってるんだよね。どこにもあるじゃん。フォトナが壊れてしまったよ。私はこのぐらいぶっ壊れていた方が好きなんだけどね。ここで一人倒しまして、終盤まで来ました。ここにカメハメハを。
ぶち込んでいくナイス1ダウン。ここでもう一人落としていきたいところだが。OK 壊滅やー。いい感じだな。このままビクロイを狙っていく。さあここにもカメハメハをぶち込んでいくよー。やられるなよ。大丈夫だって。どこにいるのかなー。あら橋の下に固まってるじゃない。ここを見逃しません。やば。二人持ってったぞ。本当にこの武器は壊れてるって。ちょっと意味わからないんですけど。これで負けたら戦犯だぞ。心優しい味方なんでリブートをしてくれました。頭が上がらないぜ。ってことで復活。おいリブート狩りの奴がいるぞ。怖いですな。先に潰しちゃうか。ってことで高台に来ました。ここでカメハメハナイスダウン。てかあと一人じゃない。本当だ。最後の敵は全員で倒そうとなりました。準備はいいですか？行くぞ。ナイスビクロイ。よかった、ようやくビクロイできたよ。おめでとう。ご視聴ありがとうございました。最後に言っておきます。運営さん、修正を頼みます。よかったらチャンネル登録をお願いします。さあ、皆さんこんにちは。ワンタイムが楽しみすぎる霊夢です。マリサです。皆さんとうとう来ました。セブン VS アイオン。なんだこれ。乗るときのモーションカッケース。新ゲームが始まったな。これ楽しすぎる。ついに来ました。やっぱりこの乗り物はメカクマだったか。めっちゃすごい。戦車がこんなに道を開けて連れて行くわ。レジェンド、あなたに良かったですね。はいはいはい、俺たちに不可能はない。作戦を思いついたらな。こっちも可能はないんかい。それが難しいんだが。やばい、ロボット大丈夫か。動力をハートブレーカーにバーして。やばい、壊れちゃった。どうするんだよ。ああ、やられた。全システムが装置をしてる。修理しないとどうしようもない。心配するな、敵に知っている。お前の出番だぜ、相棒。もしかしてあれはビリー。このためだけに運転を勉強してたのか。感動ものだな。なんとかなったのが信じられないわ、ビリーのおかげで。チャンスよ。動力をブレードコン回して。
えてるか。負傷者はいるか。急げ急げ、駆け足行くぞ。一体何が。俺たちを歓迎しないだろう。見えてるわ。やつにはタンクがある。急がなければ。目隠まだボロボロに。スローに許せねえ。マジここでアイオーガードが出てくるのはまずい。なんとか倒して。なんでここにゼロポイントが。バーガーは、なんでロボットが。おいおい、死んだわこいつ。ファウンデーション通常。なんでスターウォーズ。もしかしたら次のシーズンコラボが来るんじゃないか。それは熱すぎる。はスローンだ。スローンを許すな。こんなことしなくていい。いつもドラマチックね。最後の言葉は。ピンクマ。ナイス。ああ気をつけろ。ピンクマナイスすぎる。あの影は誰。ゼロポイントはジェノに集中している。ジェノに集中。奴を見つける絶好の機会だ。行くぞ。え、置いていかないでよ。あのクリスタルはゼロポイントを起爆。やったー、壊した。大丈夫、サポートする。これでアイオーも終わりだな。終わった。すごく楽しかったです。運営さんありがとうございました。今日は、リーク情報をどんどん出すのでよかったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。皆さんどうでしたか？チャプター3も楽しかったですが、チャプター4もめちゃ楽しみです。これからもどんどん動画を上げていくのでチャンネル登録、通知オンをお願いします。では、バイバイ。